先日岐阜を訪れた時のことです。ご当地の小金神社が気になっていたので訪れてみると、社務所の明かりが妙に目立ちました、近づくとガラス越しに神主のような太田さんがいました、思わず声をかけると、鳥居のうんちくやら、お札のセールスまで、口調まで太田さんそっくりでした、太田さんもしかしてバイトしてましたか？あと2人が似ていると言われたことがある人で嬉しかった人悲しかった人を教えてください。これ何前半のこのファンタジーは どういうことやこれ。ただ似てる人がいたってことピーちゃんにっていうようなことなんじゃないの。そういうことなので、何その V があるわけ。いや V ないでしょきっと。そんなもん V もないのに。長いじゃねえか前半がよ。まずぶでそんなに似てるんだったらちょっと一回この人の写真でも送ってほしいよね。そうだよ、ぜひね、だって、あの口調までそっくりだったら、どういうことなの。わかんない、ひょっとしたらこの人はピーちゃんのことが好きで寄せてる可能性あるよね、あるいは俺がその人に寄せてるから。なんでだよ。じゃあ心当たりあるんじゃないかこの人に。そうだよね、あのこいつ絶対寄せてるよねって人いるじゃん。いるね、ね、いやね、あのいやいや意識してませんよって、いやいやお前髪型も一緒じゃんかとかさ、その喋り方もとかさ。いやだって俺前さ、あの家の近所でね、こうパチンコやってたわけ、パチンコやってたら、隣の隣のおっさんパッと見たらさ、田中邦衛さんにそっくりなのよ。へえ、これ田中邦衛さんどう、もう見た目完全な田中邦衛さんなのよ。じゃああり得るよね。いやでも田中邦衛さんパチンコなんか、しかもこんなあの久我山っていう場所だったらさ、こんな久我山の駅前のパチンコ屋なんかいねえかと思ってチラチラなんか見てた、気になってた、そしたら5分後ぐらいにさ、こうなんか台をそうコン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 叩き始めたのよ、なんか出ねえから怒ってんのかな、ふざけんなよこの台って言って。いやこれ俺いまだにあれ田中邦衛さんだったのかなって思う人がいたわ。もしくはものすごい寄せてるからね。あの時代の俳優さんは結構寄せてる人、健さんだって文太さんだってさ。そうね、そりゃいるよやっぱり。まあ誰か似てる人いる、似てるって言われて。いやまあ俺よく言われ、まあ今でも言われないことはないから、松尾伴内さんだね俺は。で俺、まあ松尾伴内さんよく言われるのよ。松尾伴内さんもまだお子さんが小さい頃、あの俺がテレビ出てるとお父さんお父さんって言ってるって言ってた松尾伴内さんが。だから上役ありがとう、最近君がいっぱい出るからさ、俺が出たことになってるんだって松尾さんに言われたことがある。あーそう、ピーちゃん誰だろうな。あった何、石原裕次郎。若い頃の石原裕次郎。いやこれ俺小野泰さんに言われたんだから。あそう、でうちの田中があの勝新そうか、俺がそんな二大スターそろった、でそれね山城慎吾さんに言われたんだよ。あじゃあ近くにいた人だからね。だから爆笑問題って勝新と石原裕次郎のコンビだ。もう大スターだ昭和のすごくない。おもうその二大スターに勝てる人いないよ俺。まあもうほら俺兄貴がほら、たまにテレビ出たりとかね、すんのよ。でも、兄貴に似てる似てるって確かに。俺も最近自分でこの間さパッとテレビつけたらさ、兄貴出てる、俺かって思ったことがあるくらいちょっとね、やっぱ似てるって言われるのも最近分かるなと思うのよ。一回ね、去年だか一昨年だかさ、熊本の、あのまあお姉さんのいるお店、まあキャバクラみたいなとこ行ったわけ、高校時代の同級生と行ったわけよ。隣に座った女の子がさ、どうもこんばんはなんて言ってさ、別にさなんかどうもぐらいの、そんなにさあーとかっていう感じじゃねえからさ、なんかこう気使ってくれてんのかななんて、どうですかお仕事お忙しいですか、まあぼちぼちだねなんて、今日何してたんですかなんて、今日ゴルフ行っててさみたいな話を、まあいわゆる世間話をしてたわけよ。20分ぐらいにお姉さんが弟さんって言ったことあるずっとだから俺兄貴だと思われて喋ってたの、そのお姉ちゃんと。そうなんだ、まさか本人と思ってなかったみたいで、思ってなかったんだ。
何？え、太田さんのそっくりさん言った？なんかあんじゃねえかよ。なお前何分か放置すんの俺たち。